てかさ、アンパンマンさ、うん、木曜朝にやってんのな、今。あ、そうなんだ。俺、アンパンマン疎いんだよな。アンパンマン疎いの、お前。うん、俺、アンパンマンマジで疎い。アンパンマン、ちょっと、ちょっとだけ知ってるけどね。あ、そうなの？見てた？うん。いや、まあ、大人になってからかな。いないよ、そんなやつ。そんなやついない。楽しめないんだから、大人になってからじゃ。アンパンマンは。うん。あ、コキンちゃん、あ、俺、コキンちゃん好きだよ。コキンちゃんって、ドキンちゃんの妹？あ、そうそう。義理のね。カノー姉妹みたいなことね。そうなの？うん。あれ、ほぼカノー姉妹。ほぼカノー姉妹なの、あれ。ビジネスシスターだから。そうなの？コキンちゃん何嫌なキャラなの結構。コキンちゃん嘘泣き上手なんだ。そうなんだ。嘘泣き上手の泣き真似でーって歌ってたから。歌ってもいいのそんな。コキン、コキン、コキンちゃん。そうなの？コキンちゃんのテーマがもうエンディングだったから確か。そんなわけなくない？うん。そうなのマジで？いや、そうだよ、コキンちゃん。コキンちゃんのテーマがエンディング？あれ、世界一キャラ多いんだっけ？アンパンマンって。え、そうなの？あ、違ったっけ？笑点に比べたらね。いや、笑点少ねえよ、お前。え、スコアの旅とか関係なくさ、うん。なんかす、どっか行く？あ、関係なく？うん。レシピの動画撮りにさ、いくらあってもいいもんな素材は。うん。え、お前うつみ。いや。うつみが羨ましいよもう。そんなになっちゃったらもう。こまばも思ってるよそれ。いや思ってねえよ別に。こまばは自分のもんだと思ってるよ。お前ゴールデンウィークどんなんなの？ゴールデンウィークは3連休で3出勤4連休かな。へえー、波状攻撃だね。お休みのお休みなのに攻撃。お休みのああいう連休で挟まった出勤日ってなんかみんなちょっとずつやる気ないからよくない？まあそうね。面シプもあるしな。あ、面シプ？のえな収録。そう。え、お前いついいのじゃ。何？今ちょっとごめん起き上がったわ。いい加減。寝てたのかよこいつ。ノートパソコンでエーペックスすんなよお前。いつ行く？あ、どっちがいいかな。最初の3連休か後の。4つあるから。じゃあ、後の方にする。後の方がなんか、休んだ感あるか、うん、でも。でも、弾みつけられるよ、最初だと。じゃあ、先の方にする？でも、後の方だと、しっかり準備できるよね、うん。まあ、そうね、確かに。うん。じゃあ、後にするか。でも、後にしちゃうと疲れ残る可能性あるからな。あんたはどっちがいいの？どっちも。なんか売り込んでくるけどもうどっちも言ってくださいってあんなに温厚なラムさんがこんなこと言ってるよ。お前ラムさんの何知ってる？知らねえだろ何も。めちゃくちゃだぞこの人。めちゃめちゃ迷わせてくるって。おいおい、あんなにやんちゃなお芋さんがこんなこと。お前お芋さん何知ってんだよ。元ヤンだぞ。元ヤンなの？お前知ってんの？じゃあ合ってるじゃねえか。合ってんな。あと一人は。わ、こいつ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 。やれ、ナイス。おお、ナイス。やった。いや今のはね、メリハリの効いた攻めでしたね。よかったね。一人落としたのがでかかったね。君のおかげだよ。言われてますよ、お芋さん。お芋さんに言ってるわけないじゃん。お芋さん、どうやって一人落としたドス攻撃じゃん、もう。今日もこいつのはしゃぎ冴えてるな。え、俺はしゃぎ？ちょっと待って。え、ちょっと、俺ツッコミでやってると思ってたけど。ボケとはしゃぎだったんだ。
ミカモの日常スタンプ買いたいです、売ってください、売ってください、私目に売ってください、私目に、私なんかに、私ミカモ、もったいないですけれども私なんかが、私なんかに、買えるか分かりませんけど、買えるか分かりませんけど。